戸沢智也とあんまり聞き慣れない言葉というか名前な気がするんですけどうす、はい、どういうところから来てますか、はい、とラテン語で知識っていう意味を持ってる単語でして、はい、僕が塾で教えたいのが物理なんですけれどもその物理を根本的からうん、うん、ちゃんとした知識としてみんなに知ってほしいっていう意味を込めてスキエンティアと名付けました。 学習塾なんですよね高校生向けの塾かなか聞かない気がするんですけどなるほどちょっとその物理を教える書いたものをちょっとご用意頂いてるのでちらっと写してもいいですかはいんかちょっとすいません全然理解が私にはできない棚書いてあるんですがこれは物理のこれは電磁の範囲でして電流。 はい、円形に電流が走ってると、はい、磁場が、まあ、磁石みたいな感じで磁場ができるよっていう,うん、うん、それを計算してほしいなといすこういったことを、はいえー、高校生に教える構築されるでも、えー、ともと物理にこう特化してっていうふうに思われたのがも、はい、ともとこういう公式を教えたいとかっていうだけではなくて。はいはい どういった思いだったんでしたっけ学校の教育だと、それこそさっきおっしゃっていただいた、はい、公式を覚えるだけの、うん、覚えて問題を解くだけの、うん、なんか教育になってしまってるというふうに僕は感じていて。うん、じゃなくて、物理の一番面白いところは、その公式をどうやって導出してきたか、うん、どうやって自然を観察したか、うん、こういうところが一番物理の面白いところだし、うん、結局それが、まあ、ゼロから一を作るっていう、まあ、観点が、うん 物理じゃなくても他の教科でも実生活でも役に立つはずだと思ったので、そこの部分を教えたいなとしました。ビシッと決めてはいらっしゃいますが、若くていらっしゃいますが、えっと今えっと何歳でいらっしゃいますか。今22で、今年23になる。23歳、大学え大学4回生、回生。なるほど。で、えっとじゃ学生企業という感じになられることですよね。はいはい。 でこのままえっと大学院も行かれるそうですね。大学院に行ってまあそのままこのまま塾経営しながら院に進もうかなとかなるほどじゃ学生とえっとまあ塾の経営者としての二足のわらじをここから測れるっていう感じなんですね。もともとその起業をしようとか塾を経営しようみたいなことっていうのはえっと考えてらしたんですか？最初は全然考えてなかったです。大学入った当初はもう 勉強しよう、一、うん、本しか考えてなくて。ただバイト先で入った、まあ個別指導塾。さんのところで、まあいろいろ思うところがありまして。ああ、なるほど、はい。それでも自分で起業というか、うんうん、自分で塾始めてしまおうという感じでした、ねうんうん。なるほど。自分の塾っていうところのこだわりとしては、個人指導の塾ではできなかったことというのは何かあるんですか。はいはい、個人指導塾だと、もう問題を解かせて、うんうん、解けなかったら教えるっていう、うん。 まあ言い方悪くするとその場しのぎのことしかできていなかったんですよ。ただ大学受験とか、それより先を見越すと、この問題解くだけじゃなくて、その前の前提の知識がどうやって得られるかとか、そういうところをちゃんと教えられる場を設けたいな、そういう機会を提供したいなっていうのがあって、公式のもっと奥の、そういう部分も教えたいなという。 感じです。なるほど。その物理学でじゃあ、えー、と塾をやろうももちろんそうですし、はい、なんかその物理学をテーマにえっ、ー、と仕事をしていこうみたいなことっていうのはもと、はい、その高校生の時とかは考えていたんですか？いや全く考えなかった。普通にじゃ大学を出て就職してみたいなイメージ、はい。そうですね。就職というよりは教員になることが ずっとと夢で学校の先生になろうしてた科目はその時は数学がやりたいなとずっと思っていたんですけど浪人した時に先生物理の先生がすごくいい人でその時に物理に転してじゃあもともとは数学で学校の先生どこ高校の先生になろうと思っていたさまざまその出会いがあって物理に行きでも大学も物理学を専攻しもともと 関東ですけど、大学はその物理学もあったから、はい、それが強い関西、ね、京都の大学に行かれてですよね。はい、で、今はじゃあ京都で塾を開かれるそうな、はい、<laughs> なるほど。じゃあ地元とかでもなんでもないわけですね。すねじゃあ地、はい、土地勘とかもそんなになく。ないですね。はい、という場所で。 新しい挑戦い、はい。なかなかチャレンジな感じですね。<laughs> す,ね <laughs> すごく勉強は強くて、やられてた方だとは思うんですけど。はい、そういった経営とか、企、はいえー、業とかっていうのって、何か知識はもともとあったんですか。はいや、全く。なかったですね。はい。その、僕の、ちょっとバイトしてたところの、塾も、で、はい、口調が。なんてですかね。それこそ起業された。起業して、自分一台で何か。 築き上げたと言います。なったので、まあ意識し始めた部分はあったかもしれないです。あ、なるほど、そういう姿が目の前にあったからっていうことなんですね。今回そのえっと起業されるにあたって、豊田さんが起業されるにあたっては、その塾の塾長さんからアドバイスがあったりとかそういうのはあるんですか。いや、何も話してない。何も話してない。そうなんですね。今手探りっていう感じですか。もうそれこそ会計であったりとか。 税金の仕組みとかも全然わからない状態で始めてしまったので今も勉強しながら経営して勉強も教えて自分の勉強もしてでいろんなわらじて、履いてその経営とかその経営者としてっていうところって学校でってほとんどそういうことって習ってないですね。日本のの教教育っっってそうういいえななです今やととんかちょ 金融の勉強とかをなんか増やしてるらしいんですけど、実際やってみてどうですか？実際やってみて、うんまあ面白い半分、うん、大変だなのは半分みたいな感じでうんうん、うん、周りにはそういう方他にいらっしゃいます？はい、起業されてる？そうですね、同じ大学で三つ上ですかね。うんうんうん 一人起業された方がいて、うんうん、そういうなんか身近に起業された方がいたのも刺激になってます。じゃあ、そういう方にも聞いたりもしながらっていう感じってことなんですかね。はい、今まだ、はい、えっと、立ち上げたばっかりでしたっけ。ねはい、何月に立ち上げ。と今年の三月末に立ち上げているので、今ちょうど二ヶ月、三ヶ月です、ね。<laughs> やっと手続き回り終わったかなぐらいの感じですよね。そう,ねはい、そうですよね。じゃ、まだまだスタートだと思うんですけど、はい、今の、塾を通して、あるいは。 まあそこを含めなくて他でもいいんですけど、はい、えっとお父さん自身がやってみたいこととか、はいはい、達成したい夢みたいなものとかって何かありますか？機械の均等を教育で実現したいなというふうに考えていますほうほうほう。機械の均等はい。僕が先ほど言った老人期に出会った物理の先生がすごいよくて、うん、っていうのもたまたま僕はそういう機械に恵まれたから物理の面白さを知れたんですけど、うん、今日本全国で言うと。うん 決してそううでではないと思んす都会の人は機会が多いけど地方の方はちょっと機会が少ないとかそういうんか均等になってない状態で物理つまんないなで終わっちゃうのはちょっと物理好きの僕としてもちょっと悲しいですのでそれをみんなに均等になるような機会の均等をちょっと測っていきたいなとななるるほほどど地方にいる方も同じような学びを受けられて えー、都会にようが地方にようがっていう同じような学びが受けられる状態を作りたいっていうこと。なるほど。そうすると塾を増やさないといけないです、ねはい。そうですね。展開しないといけないです、ね。うんうん。<laughs> 勉強の教え方もなんですかその形式通り。はい、まあみんなが。 誰でででもななんかか実践できるような教育の仕方であったりとか、うん、やり方、うん、オンラインなのか、うん、対面なのかとか、うん、そこらら辺も今手探探りしながらやっている状況です、ねうんうんうん、自分だけが教えるのではなくて、はい、指導者に当たる人も増やさなきゃいけないし、ねはい、場所とか、はい、あるいはオンラインっていうやり方とかも増やしたりっていうのをこれからどんどん広げていって、はい、で最終的に目的としては機械の学びの機会の均等っていうところを実現する。はいはい 大きいですね。そうですね。はい、<laughs> 一歩一歩ですね。はい、はい、応援してます。頑張ってください。